サリコッチの国田です。金沢です。石田です。さあ、今回の動画のテーマはこちら、東大生が考える勉強効率、勉強時間を最短で成果を出す極意について、まあみんなで持ち合ってお話をしていこうかなと思うので、ぜひ動画の最後までご視聴ください。それでは最高ってことで、勉強効率、勉強時間を最短で最短で成果を出す極意、我々も受験のプロフェッショナルなわけじゃないですか。ちゃんと勉強してきてね、最短で成果を出すっていうところはすごい考えてきたような人たちなんで、自分たちの経験をもとに、これってめっちゃ良かったよってところをぜひ極意をね、話していこうかなと思うんですけど、ホワイトボードに書いて思いついた人からどんどん書いて話していく感じでいきたいと思いますんで、被るからね、早い者勝ちでございます。ちょっとまだ考えてないんだよな。はい、いきます。意味、意図を考える。あ、これあえて何のって書いてないんですけど、はいはい、問題と回答かな。例えば英語だったら結構東大って難しい読解問題が出るじゃないですか、英語、はいはいはい、そういう時に私、作文者の意図を考えろって言われました、うん、例えばこういう文法を理解してほしくて出してるんだなとか、ここの人物の関係性を読み取ってほしいからこの問題なんだなとか、そういうちょっとひねくれた目があるといいって言われたのと、うん、数学とか解くときに回答ってめっちゃ綺麗に書いてあるじゃないですか、うん、もう全てが最初から見えてるかのように書いてあるんですけど、うん、私がそれを生徒に解説するときとか自分で理解するとき、なるべく、あ、この結論が持ってきたかったから、ここを最初に多分メモ書きで見つけたからこういう流れで書いたんだなみたいな意図を読むように頑張ってます、うん、なるほどね、はい、確かにその目的意識ってすごい大事だよね、うんうんうん、何のためにやってるのかとかは常に考えて、脳死で目の前にあることやっても全然違う方向に行く可能性もあるし、入ってこないんですよね。そうだよね、うん、確かにそこは大事ですね。はい、休みが大切。おー、大事。まあ、休みって言っても幅広いと思うんですよ。例えば、日々の勉強の中で、よく言われるのが、ポモドーロテクニックとかね。25分勉強したら、5分間休憩を入れましょうとか。長期で考えたら、それこそ金沢さんのルーティンのところにも入っていったけど、1ヶ月勉強するときに1日休み入れるとか。あとは、習慣学習計画立てるときに、いわゆる、空きだよね。日曜日とかを空きにして、それで計画を崩れないようにっていう、真面目な人こそ、オンのとこを頑張ろうとするんだけど、オフをどうするかっていうところ、どう作るか、どう過ごすかっていうところはすごく大切だと思うんですよね。なんで？それが大事です。そういうこと。そういうことなんです。計画とか固めすぎると、ずれた時に急にやる気失ったりしますよね。わかるわ。ね。しかもさ、1日目でずれたらその後ガラガラいっちゃうんだよね。そう。なんで、すごいここはね、大事だなって。僕自身が結構完璧主義の人でそこ苦労したんで、ここは実体験でも言えるかなと思います。めっちゃわかります。しゃあ !5 月20日。神奈川県センター南に、北リコーチセンター南校がオープンすることが決まりました。他の校舎同様、オンラインで東大生総形成と学習計画を立てて、校舎で学習徹底管理しますので、難関大学、難関高校合格を実現できるような校舎となっています。ぜひ、近い方は無料体験を受けてみてください。詳細は概要欄から。どう変えられました？私の方からも一個あって、間違えたところをまとめたり印をつけておいて、その合ってるとこは飛ばして間違えたところだけ復習できる状態を作っておくっていうのが効率の面で言うとすごい大事かな。うん、やってました、うん、できる問題何回も解いても多分できるままだと思うので、うん、それよりは間違えたところをできるように変えていく必要があるから、じゃあどこができなかったかをちゃんと分かるようにしておくといいかなと思います。それね、今日、上山さんだったかな、数学の勉強法でもそれが上がっていて、一回合ってたやつはもう丸つけてやらないっていう。合ってたやつは何回もやるの超もったいないから、そこのね、間違ってたやつだけをピックアップするの大切だよね。はい。はい。一問ずつ完璧に。はあ。これちょっと暗記科目だと難しいと思うので、結構解法系の科目に言うんですけど、いっぱい問題を解いたとて、それぞれが、あ、見たことあるけど解けないぐらいの認知度だったら意味ないんですよ。なんで、毎回こう回答を一回隠して自分でもう一回書けるか確認するぐらいやっても私はいいと思います。確かにね。うん、まあ一個一個ちゃんと出会った問題を完璧にしていくのね、大事だよね。結局そこができなかったらどっかその問題出てきてもできない。そうなんですよ。ね、意外と繋がってるんで意識した方がいいと思います。似たようなニュアンスだったら参考書一冊を完璧にっていうのもそうだよね。一、うん、個完璧にできない人が何個やっても完璧にできるはずがないんだからっていうのはありますよね。はい、じゃあ俺それに行こうみたいな。
スタディコーチ公式 LINE 登録者限定で Kindle で有料販売をしているスタディコーチ東大勉強大全を無料でプレゼントしています。東大生コーチ100名から聞いたおすすめの勉強法、また参考書、この他勉強の時間活用テクニックなどの情報を全て詰め込んでおります。私たちも自信があるガイドブックとなっておりますので、ぜひこの機会に LINE 登録でゲットしてみてください。ご登録は概要欄から。じゃあ私あるんですけど、はい、ちょっと矛盾してるかもしれないんですけど、法律にこだわりすぎない？矛盾してるね。一部の人ってその効率を追求するあまり、うん、法律これ悪いんじゃないって思った勉強をすぐやめる人とかいるじゃないですか、うんうんうん、でもやらなきゃいけないことの総量はそこまで変わらないから、うん、だったらやり方を模索するのに時間かけすぎちゃうよりはちゃんと着実に地道でも勉強してった方がいいと思います、うん、そうだね。トレーニング動画にこれ痩せますかってコメントして一生始めない人みたいな、うん、確かにもちろんあまりにも無駄すぎる勉強法をやるのはもったいないけど、うん、かといって効率追求しすぎるのも意外ともったいないんじゃないかなって気がします。ちょっとニュアンスが似てるんですけど、効率を上げるためには量を意識、ここにつきません？よくね、勉強の効率を上げたいですって質問される、まあ今回の動画のテーマかそれなんだけど、うん、効率を上げるために効率を良くなる勉強法を知ってもそれができないと意味ないんだよね、うん、だったらたくさん量をやってそのコツを掴んでいくのが大事。今これで皆さんが出してくれてるやつも、まずそれをたくさんやってみること、間違えた問題を洗い出すっていうのは結局たくさん問題を解いて洗い出していかないと意味ないから、知っただけだとダメだよ。結局量をやらないどうしようもない。これやれば効率が上がっていきますってので、大事なところなんだけどね。やってる中で自分に合ってる勉強法見つかったりもしますよね。うん。関連して言うと時間を意識しちゃう人が結構いるっていうのもありますよね。あー意識した時間モチベにはすごいいいんですけど、結局1時間やったっていう事実よりも30分で同じ問題数解ける人もいるじゃないですか、うん、だからこう時間を引き伸ばそうとやっちゃわないように。確かにそれは意味ないんだよね、うん、量を目標にするのもいいと思います。私もちょっと似てることでは1個あるんですけど、うん、できる問題は飛ばすっていう風にさっき話してたと思うんですけど、うん、結構なんだかんだそれをやるのにビビる人って多いと思うんですけど、そこは結構勇気を持って飛ばしちゃっていいんじゃないかなって感じですね。わかるわ。ステップアップですよね。うん、俺が本当にそうだった、うん、ネクステージとかをさ何週もやってて怖いんだよ合ってたんだけど、それを合ってたにするのは怖いってあったんだけど、結局その先にも問題し次のステップ行った時にも出会うことがあるから、それで分かんなかったら戻ればいいだけの話、うん、でも分かる、そこの完璧主義になりたい気持ちも超分かる、うん、でも割り切りだよね。そうですね。そうだね、超大事、そこのマインド面が。で、どこですか？まあ、7選になりましたね。その中で僕も言ったんですけど、とりあえず量をやるしかないよ。今出た意見すごい全部正しいと思うんですけど、それを元に量をやって、今自分たちが言ったやつを取り込んでみて、その中で合う勉強法を見つけて継続してやっていこうといったところが結論かなと思います。はい、ということで、今回の動画は、東大生が考える勉強効率、勉強時間を最短で結果を出す極意について、7選お話をしていきました。ぜひ、この動画の参考に、皆さん、日々の勉強頑張ってください。ということで、今回の動画は以上となります。この動画がいいと思った方は、高評価、チャンネル登録よろしくお願いします。また今後も動画発信していきますので楽しみにしていてください。それではまた次回の動画でお会いしましょう。じゃあね。